村田ボウリング技研は静岡市駿河区の舞子鉄工団地にある製造業会社です。私たちは溶射技術でお客様のために貢献しています。これが溶射技術です。この部分が溶射です。このシャフトはステンレスでできていますが、この上にセラミックを溶かして吹き付けてコーティングしてあります。溶射は主に部品の耐摩耗対策で使われています。金属に主にファインセラミックスを溶かして吹き付けることが溶射と言います。この溶射によって部品の耐久性が向上するわけです。人に誠意を伝えることは大変重要なことです。そして製品に真心を込めてお客様にお届けするのが私たちの使命です。善意と悪意が物に伝わる実験をしてみました。ご飯を2つの容器に入れて蓋を閉めたままになって10年が経ちました。マイナスイメージの方は悪意の単語を紙に羅列して貼り付けただけです。その結果10年経って砂のように黒い砂のように下にこすんでいる状態になっています。プラスイメージの方は善意の言葉を単語を紙に書いて貼り付けて10年経っています。10年経っていますけども、カメラでは分かりづらいですけども、まだご飯粒が確認できる状態になっています。一見すると非科学的なように思えますが、このような善意の心で私たちはものづくりに取り組んでいます。村田ボウリング技研をよろしくお願いします。イエーイ。